第12日目、まだ背景がね、あの銃を持った人のままなんで、犯罪が大激増してるところですね。こんなもんが出るなんてびっくり。うわー、襲撃された。夜中に襲撃された。カティナは悲しみに暮れていたがため眠れなく、ブルノは彼女を慰めなければならなかった。そして強盗に襲われた。武装して力で来たが、しかしそこまで被害は受けなかった。運よく仲間全員が武装していた。カティナ加えてブルノは怪我をした。加えて結局少ししか盗まれなかった。警備の人を増やした方がいいだろう。盗まれたのはタバコ2つ、フィルター1つ、水2つで、弾薬は2発使っちゃったみたいですね。カティナ血を流している。うわー、カティナ大丈夫？体調不良、あ、体調不良、病気は体調不良に治りましたね。でも危篤の状態、包帯がもうないんだ。あるあるある、包帯巻いて、ちょ、自力でね、じゃあ包帯巻いて。でも体調不良もすぐ治したいんでね、死なれたら困るんで。いや、悲しいが鬱状態になっちゃいましたね。で、薬を飲む。ブルノ何やってる？ブルノもかすり傷か。とても空腹。とりあえず缶詰食べよう。あー、カティナ動けないんじゃない、もしかして。頑張れ、薬飲んで、薬飲んで。すごいね、もう空腹、体調不良、危篤、うつ状態、疲れてる。で、ご飯食べて寝よう。ブルノ空腹になったね。かすり傷、ちょっと我慢して、包帯ないから。で、パベル、とても空腹、とても空腹、悲しい、疲れてる。だけど仕事してもらおう。よし、カティナこれで、あとは眠るだけ。あー、パベルさん、バリケード作るのにあと機械2個必要か。もう一晩かかるな。待とう。とりあえずカティナを寝かせて、で、ブルノさん、料理作れる？料理作れる？タバコ吸ってる場合じゃないよ。で、パベル、ごめん、ラジオつけてちょっと眠ろう。あ、材料が足りないよね。オッケー。あ、燃料3つ作ります。あー、取引は来ないか、今日は。さすがにレンちゃん無理か。よし、クラシック流してもらって、で、パベルも寝よう。空腹で死にそう。あ、ちょっと待って、寝ないで。じゃあね、缶詰食べよう、とりあえず。で、ブルノさんで今のうちに料理を。肉が2つしかないから、2つまでしかいけない。やっぱり肉ね。早くこの引っかかってくんないかな。で、ブルノも疲れているので寝ましょう。食べた？よし、空腹になった、寝よう。いや、ピンチだな。ちょっと悪くなってきましたね、状態が。カティナ無理させすぎたかな。はい、まだ12時ですけどね、全員とりあえず寝ているので、状況が良くなるまで時間を進めたいと思います。はい、ということで夜になりました。12日目の夜かな。カティナさんは相変わらずね、ちょっと調子が悪いので、このまま休ませます。で、ブルノーさんがですね、かすり傷なんだけど、ちょっと頑張って警戒してもらいたい。で、パベルでやっぱりね、材料集めたいんだよね。で、砲撃された学校残り 56% なんだけど、だいぶもう取ったので、他行きましょう。非常に危険、静かな家、食べ物がたくさん、医療品がたくさん、部品がたくさん、スーパー、食べ物がたくさん、医療品がたくさん、武器がすごくたくさん、部品がすごくたくさん、小さいアパート。ここは小さいアパートとスーパー、どっちかだな。スーパーかな。医療品がたくさんありそう。どっちも似た条件なんだよな。
でもなんか分かりやすそうなのはスーパーなんで、スーパーに行きたいと思います。あ、でもスコップとか持ってないか。バールが役に立っただろうって書いてるもんね。バール置いてきちゃったな。いや行こう。あ、持ってきてるわ適当だな。6歳持ってきてた。うん、とりあえずこれでいいかな。よし、じゃあバールとスコップを持って冒険開始。他にも人がいる気がする。あ、いますね。なんか了解とかいるいるいる。おい、お前、お互いこれで十分だろう、心配しないで。え、何、いい人、あの人銃持ってるよ。とりあえずまあ掘れるものは掘っていこうか。あー微妙。とりあえずじゃあ、あの人もなんか取ってるね。ちょっと近づいてみてなんか反応するかどうか。盗むマークじゃないからね。ここでパベルまで怪我したり、もしか死んだら最悪だから。タバコの葉っぱいらない。機械の部品これだけ取ってこう。でとりあえず彼がいるので上から見て回りたい。近場でもいいから持てるもの持ってとんずらしたいね。あった、武器やっと1個か。やっと1個だよ。ノコギリ作るのにね、すごい大変な思いしてるね笑い事じゃないんだけどさ、さっき人いたんだよねここね。大丈夫っぽい。補強されてる。下から行くしかないのか。さっき彼何を漁ってたんだ。ああ、見たか。よし、じゃあこっち漁ろう。なんか攻撃してくる気配は特にないので、調子乗ってたらやられそうだからね。上に行こう。隠れるところが2箇所あるね。よし、安全に取れるとこからできるだけ取っていきたい。砂糖いらないんだよな。まあいいか。あ、全部取っちゃった。まあいいや。さあこっちは武器が欲しい。歯車。あ、肥料いいね。肥料を罠に仕掛けられるからね。ちょっともうちょっと見ていきたい。もうちょっと見ていきたい。下行こう。この下はお前のこと見張ってるよ。何もするなよ。ちょっと待って、あの瓦礫は漁るだけだから、それは勘弁して。瓦礫漁るだけ。いや怖いな、見張られてんのか。うわ、いっぱいいるもん。あった武器。これでちょっと行ってみよう、あの人について。あ、なんか面倒事は起こさない方がいい、信じてくれ。いや、こっちもこっちのことも信じて、大丈夫だから。盗んだりしない。なんだこれ、薬の材料。いや、いいわ、いいわ。走って、これ開けてもいいかな。これ開けるぐらいはいいよね。開けてくれ、誰も来るなよ。よし、 OK。 開けて、傷んだヘルメット。あ、いいなこれ。機械置いてこう。あ、包帯ある。包帯、薬もあるね。これいらない、タバコの葉っぱいらない。薬の方がよっぽどいいわ。木材、砂糖置いてこう。砂糖置いて、この傷んだヘルメット。あとは武器、武器、武器のパーツ欲しい。
あ、もう持てないか。よし、持てるだけ持っていこう。うわ、緊張する。武器武器武器。発射薬、火薬か。薬莢とかあってもしょうがないからね、作れないからね。壊していこう。いや、彼らがなんかただの見張りっぽくてよかった。開けて、なんだこれ、ドラム缶。あー、武器っぽいのはないね。とりあえず足せるものは足して、武器のパーツー、あー、ないね。ちょっと違うとこ行けるかな。上登って、じゃあ、あんま調子乗りすぎたら撃たれそうだもんね。来た、武器。 OK、 武器がこれで4つ。まだあるかな。欲張んない方がいいかな。開けて、開けてじゃない、探って。あー、もう取れないか、これ以上。ここ開けて、あ、閉めたんだ、違う、開けて。これ、こっちにもなんかあるね。取れそうなものはもうないか。これ開く？あ、じゃあ閉めちゃった。よし、これで最後かな。タバコいらない。タバコなんて持って帰ったらブルノが仕事サボってばっかりだもん。上なんかある、いけるかなこれ。上に何かある。しおれた海賊マークのリーフレットがある。何これ、薬、薬かな、違うなこれ、わかんない。または不発の武器、弾薬、装備は仕掛け爆弾となっている場合があります。何も触らないでください。死亡したり大怪我をすることが考えられます。危ないなそれ。え、なんか罠が仕掛けてあるとか。怖い怖い怖い。まずちょっと見れるうちに見とこう。比較的安全だねここね。あー、もう取れないか。こっち行ける。お、いけるいける、ジャンプした。天井は何もないのかな。こっち降りれる。あ、何もないね。じゃあ、あとはいいかな、帰ろっか。あとここ確認してないね、持っていけるもんね。よし、 OK、 スーパー良かったな、来て。帰ろ帰ろ、カティナ無事でいてくれ。第13日目。さあ、昨日結構包帯を持ってきた。一人にさせてほしい。なんか嫌なことあった。ブルノは調子が悪くなってきてる。カティナは血を流してる。生き残れそうもない。静かな夜だった。襲撃はなし。オッケー。カティナどこ行った。よし、パベル悪い、疲れてるとこ悪いけど止血してやって。空腹、危篤、療養中、悲しい。あ、病気は治った。でブルノ自分で薬、おー、すごいハードなことになってる。まず薬飲もう。ブルの調子悪い。薬を飲んで聞くといいんだけども。そうだね、聞いてほしい。で、包帯は今使っちゃったからないでしょ。で、ブルのごめん、ご飯食べて寝よう。カティナの鬱が悲しいになったね。じゃ、そのまま寝て。で、パベル頑張れ、もうちょっと頑張れ。ラジオつけて。ブルの飯食った、飯食ったね。オッケー、じゃあ寝よう。もう寝よう、体直そう。パベルが頑張るから。で、とりあえず
ノコギリ作れるね。ノコギリ作れる。ナイフももう一本作ろっか。武器のパーツがちょうどあるんだよね。いや、武装した方がいいな、こっちも。襲われたらまずいし。誰か来た、誰か来た。カティナ悪い、いける？違う、カティナじゃない、これ。取引じゃないな。じゃ、パベル。誰だ、これ。早く来て。パベル、足早いから大丈夫。こんにちは、最近来た人ですよね。まあ、13日前だからね。ちょっと助けてほしい。ご近所さん、こんにちは。この近辺の人じゃありませんよね。ここに来たのは近所の空き家について伝えたいことがあったからです。家主の人たちはまだ町から出た頃に、疎開してしまいました。もしも中に入れるよう助けてもらえばお互い役に立つものを見つけることができません。で、ん？お互い役に立つものを見つけることができるかもしれません。どうですか？あー、じゃあイエスにしよう。ちょっとパベル一緒に行って。で、今日は出かけないでね、警戒してるから。でもなんか作ってる途中だったよね、君。あ、ノコギリ作ってくれたんだ。ありがとう。ナイフもう一本作ってからにすればよかったな。いやー、ピストルあるけど、弾がないからね。弾。実際に使える火器用弾薬を製作することができるって書いてあるけど、どこで作れるんだろう。あとは、空腹はないのね。体調不良、かすり傷、悲しい、疲れてる。カティナは空腹、危篤。空腹か。ちょっとご飯食べさせよっかな。まずこの肉を取って、ちょっとごめんね、無理させてね。肉を取って、で、ブルノが作ってくれた料理食べよう。まず君はね、贅沢でいいから食べて。とにかく空腹の状態はやめよう。食べたら寝よう。とりあえず病気が治ったからよかったね。よし、じゃあこれで寝てください。悲しいと危篤状態だね。まあほぼ瀕死の状態で帰ってきたからね、カティナ。いやー、6歳このゲーム最大17日までしか生き延びたことないけど、クリアしたいな。3人とも生き延びて。はい、ということでね、今パベルはちょっと出かけていきました、イベントでね。で、ブルノさんとカティナさんはちょっと今体調が悪いので、寝ております。で、もうこのままそっと時間を過ごして夜を迎えたいと思うんですけど、夜もおそらくね、1人足りてない状況なので、まあこのまま休むことになるでしょう。ただ襲撃される可能性があるんだよな。カティナを休ましてブルノさんちょっと頑張ってもらおうかな。はい、ということで時間を進めます。はい、ということで13日目の夜を迎えました。パベルがね、イベントでちょっと出かけているので2人しかおりません。で、2人ともちょっと厳しいんですけども、カティナさんの方が危篤状態なんでね、ちょっと休ませたいので、ブルノさん体調不良、かすり傷ってことなんだけど、ちょっと警戒をしてね、カティナのためにちょっと警戒をしてとどまってほしい。ということで13日目の夜はどこにも出かけず、このまま飛ばします。